えと最近の国会を見てますと、まあ、これはもう日本人のほとんどほとんどがそう思っていると思うんですね。というのはあのもちろん私の研究会の人たちも同じこと言っておりますしそれからタクシーなんか乗りますと「えー、先生あの国会の中堅なんか見てあれ何やってんですかね?」ってあの言いますよね。えー、昔はその森かけ騒動に始まりまして、まあ、現在は桜を見る会と。 まあ、桜が散っても桜をやるって言ってるところを見るとですね野党が実はねこういうふうに言いますとね野党の人たちとかそれからリベラルの人たちはですねいやそんなこと言ったって武田先生あんなひどいことが政権で行われてそれを基盤に政策をやったって無意味なんだとまずあの政権をクリーンにしてからそれから政策をやるんだっていうこういう理屈を述べられるんですが。 私はですねどういう考えかって言いますとそのくらいのことは分かってますよとただですねまあ大きな国っていうのはいろいろなことが起こるわけですよ、まあ、それに対してその適当なところで処理をするわけですね例えば、えー、政治家の汚職があるとじゃあ汚職もですね、まあ、首相の汚職とかねそのくらいになるとこれはあの考えなきゃいけないんですが一議員の汚職があると。 いうような場合はですね、それはその委員会としては予算委員会とかそういう全体の委員会ではなくて例えばあの、えー、調査委員会とかですね、まあ、あの政治上化委員会とか、まあ、そういうものをまあ持ってですねそこで常時、えー、何かその桜を見る会にが私物化されてるなら私物化されてるかどうかとかですねそれをずっとその検討して議論してですね それもあの国民にオープンの形で議論をしてそしてそこの結論をですねある程度その首相の出席するような委員会で、えー、そ,のその委員会の議決を議論するということにすればですねそうすればそのいいわけです、えー、まあ,あのアメリカの特別検察官制度なんかもそうですねあそれで一方予算委員会なんかではやっぱり国民の生活を 発展させたり日本の力を上げるという問題に取り組むべきなわけですねで例えば現在ではもういっぱいあるわけですよまず第一に安保条約というかあの日本の国防をどうするかと、まあ、中国が着々と、えー、軍備を増強し、えー、尖閣諸島なんかにうろうろしていると、まあ、いうような状態の時に日本がどうするのかもちろん北朝鮮のミサイルも、まあ、そうですね、えー、それからもちろん景気対策もそうですが必ずしも アベノミクスといったってです、ね、その継続的な議論を通じてないとダメなわけですね。例えば、まあ、中国とアメリカとが貿易戦争をしてますが、その中で日本としては、例えば中国との貿易を進めるのか、インドをどうするのか、韓国との付き合い方、経済的にはどうするのか、それから国内では非常に沈着しているわけですね、まああの。アメリカと中国は年のののバブルの崩壊の時に アメリカと中国は、えー、ものは十分にあるからそれを使いやすいようにしようということで、えー、ヤフーだとかそれからグ、えーグルとかアマゾンもしくはスマホというのが出してきた中国はやっぱり速度が速い方がいいとか通信が進んだ方がいいってことで今やスマホの半分ぐらいとか通信のかなりの部分を中国が担うということになった一方日本とヨーロッパは 方向間違ってです、ね、環境問題みたいなくだらないことをやり始めて環境問題がくだらないっていうのは環境問題がくだらないんじゃなくて環境問題がないのに環境問題をやったってことがくだらないわけですが、うんえー、従ってアメリカと日本のです、ね、国民1人当たりの所得は消費税の分も加えまして過小分所得で言えば3倍も開いちゃったという。 非常に日本国民はひどいことになったわけですね。まあ、これもやっぱり議論不足なわけですよ。この前それを話したらそうですね私も1990年に議論しませんでしたと言われたわけですね。言われた人がいました。<laughs> それからもちろんあの、えー、まあ高齢者問題と私は存在しないっつって言うんですが、まあ、人口分布の変化による雇用の問題人生論の問題それからそれに対して社会のインフラストラクチャーをどうするか。 年金をどういうふういいふに持っっていくかつった問題がありますねもちろんこれは健康保険の問題もあればそれから今いい加減になっている健康指導の問題もあると、まあ、いうことですね、えー、まあそういう問題が目白押しなわけですよ。でもちろん大きく言えば国土の第二次改革なんかもあります。これは単にあの国土強靭化というふうな地震だとか洪水に備えるんではなくてもう少し前向きにですね日本の国土をどういう状態に することが日本の国民にとっていいことかといった根本的なことの議論がいります、まあ、このようにですね、まあ、ちょっと考えただけで現在重要政策というのは本当に山積みされてるわけですよそれはですね安倍政権できてからもう5年ぐらいになるわけですが野党がしっかりしてないのでほとんど議論されてないからですねでこの原因は何かあったらですね私はもう第一に野党がですね議論を恐れてるんだと思うんですね政策を出すのを恐れてるんですよ つまりどんな政策でもででもすす。ね、いい面面と悪い面があるわけです例えばまあ昔の社会党とか共産党のようにですね無責任なその提案図があるわけですね。何でも無償化する。この無償化するとは誰かが金を出すわけですから税金化と呼ぶべきなんだけど税金化とは言わずに無償化というと例えば高速道路の無料化高速道路の無料化っていうのはですね 高速道路を税金で維持するということを意味してますから、まあ、税金にしても国債にしても何でも、えー、と国民全体の負担としてやろうということですから、えー、聞こえがいいというか国民がバカだから、つまり今までの左派の人はですね、リベラルとかそういう人は国民はバカだという,もう大前提に基づいて、えー、とにかく金を、国民には金を渡すと言えばいいだろうと、まあ、いうような政策だけ言ってきたんですけど、それは今もうそろそろ通じないわけですね。 高校の無償化って言ってますけど、あれ高校も無償化じゃなくて税金化したに過ぎませんからね。ですから、税金はどん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 上がっていく。消費税も上がっていく。所得税も減税されない。それは当たり前ですよね。どん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 無償化ってのは進めばですね。それはダメなわけですね。ですから、むしろ我々は、えー、自分の子供は自分で育てる。えー、高齢者は自分で働くと。 いう方向に行ってですね、みんなが明るく生活するようにしないといけないわけで、まあそのためには野党の提案もかなり厳しいんですよ。従って厳しい提案をしたくないんですよ。それで変な提案すると昔の民主党の <laughs> その影が出てきてですね、そんなのは民主党の時にやってダメだったじゃないかなんて言われるので、それも提案できないということで、まあ無茶苦茶なわけですね。もともとあの昔の民主党っていうのは小沢一郎さんとか鳩山 自民党にいた人たちとですねそれからあの官房長官とかそれからまああの参議院の人とか日教祖の人とか共産党ほとんど共産党よりか左翼ではないかと、まあ、自衛隊のことを暴力機関装置なんていうような人が官房長官だったりするとそれから枝野さんみたいなのが、えー、官房長官になったりするということでもうむちゃくちゃなわけですね。でですから単なる寄り合い世帯で 政治家になって飯を食おうという人たちだけが儲けるために政治をやるという人たちだけが民主党に集まったのでダメだったわけですから、まあ、今度の野,野党今でもそうですけどね野党もやっぱりそこは反省してやっぱり人間はその金のためだけに嘘つきながら人生を送るってのは惨めですよ特にあの政治家なんか惨めだと思うんですねですからまあ政治家を志す人はですねせめて利権のためだけに政治やるわけじゃない。 政治的信念というのがまずあってそれを推し進めていったら偶然にお金が手に入ったというのはいいけど逆はダメなんですよねですから、まあ、そこのところをです、ねまあ、この小選挙区制というのを変えないとおそらくだめだと私は思いますけども、まあ、今は IT も随分進んでおりますし、まあ、投票もですねこの前若い人と議論したらなんでスマホで投票できないんですかと、えー、スマホはちゃんと個人を特定できるじゃないですかと。 その人がスマホで投票したらもうどの人はスマホで投票したってことが分かるので固定されるじゃないですかと、まあ、いうふうに、えー、高校生が、えー、っとある、えー、ディスカッションみたいな時にパネルで言いましたねそういう改革全くなされない、えー、っと個人ナンバーもそうですよ、えーまあ、どうなってんのかっていう感じですね現在まあ 今聞くところによると大体20%弱の人がマイナンバーを登録してるそうですけど20%じゃどうにもなんないんですね。20%の人だけのマイナンバーを適用してあの税金なんか取り立てたらですね真面目な人ほど損をするという例を作りますのでやっぱり最終的には国民全員がマイナンバーを登録するっていう方法でやらないと。マイナンバーがなければ、 えー、とにかく区役所の手続きもできないというようなことをしないとですねだめなわけですねまあ問題山積みなんですねまあ野党は全然だめだと思いますね自分のお金だけ考えてやる政治家はやっぱり退場していただくということじゃないかと思います。